K ラジオドラマ第1話バーホムラ。戸塚、あんま埃立てなや。心配ご無用。私物のお掃除はサボらずやってますよっと。あったあった。つうかいい加減、こじゃれたインテリアって見逃すには厳しい量になっとるで。雑貨屋ホムラから倉庫ホムラに看板かけ直す羽目になる前に持って帰り。いやー、俺ってば物捨てられない人でさ、一つ一つにみんなとの思い出がこもってるとどうしてもね。うん、いい形。盆栽にこもった思い出かいな。この盆栽二つは、ヤタがひっくり返したのを誠心誠意謝ったらくれたんだよ。今時珍しい雷親父でさ。それ、雷親父との思い出ちゃうんか。チーズ。お、噂をすれば。なんすか。思い出は大切にって話。店内は整理整頓って話や。はあ？それより、一番乗りしたんやったら、飯の用意でも手伝い。いつもいつも出されるもん食ってるだけやと両親も咎めるやろ。別に女子ちゃんが、あ、うん、咎めるやろな。へい。常識というものをわきまえたまえ、ヤタ君。あんたにだけは言われたくねえ。これ、みことさんの昼飯っすか？うん？ああ、リクエストはあんなやけどな。俺らに付き合ってたら、会議もんばっかしや。言われてない。おお。ケチャップどっさりのオムライス。確かにキングのご飯にしてはフランクかな。旗の一つにプリンでもつければ、お子様ランチの出来上がりだ。お子様ランチを食うキング。いただきます。いやいやいや、ない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 。遊んどる暇あったらプリン皿に開けとき。オムライスのええ匂いがしたらあんなもん降りてくるやろしな。プリン俺も一つもらって。あれ、ないっすよ。最後の一つ大変美味しくいただきました。あんた本当フリーダムだな。いや、褒めてねえ。しゃあない、ゼリーが何個か残っとったやろ。で、そっちは食っとらんやろな。うん、もう満腹だったし。たく、あるのはイチゴゼリーだけっすね。それでええわ。しゃ、二人分出来上がりっと。テーブルに並べ。あとはよく冷えたトマトジュースを。は？ケチャップ塗ったオムライスにイチゴゼリーにトマトジュースって、なんかあけえ。作戦成功。アンナにオムライス勧めた甲斐があったってもんだ。おっと、キングの方にも忘れずゼリーよっと。プリン食べた言い訳じゃないっすよね、それ。ジュース。お、あー、いい匂い。オムライスっすか。いいっすね。赤いっすね。ねえ、いっそ赤パプリカでもつけて新メニューにしたのかいな。それいただき。本気にすな。おはよう。あ、うっす。うっす。はい、どうぞ。ありがとう。赤い。うん。おお、チーズ。はあ、あけえな。ほーらね。なんだそう。でも
なんだか楽しい。